ニューコインって何ですか？あんまり気にしなくていいです。わかりました。それを押してはいけないです。了解です。ちょっと、お試しましょう。いや、何だろうって思っただけなんですけど、はい、これが何だろうって思っただけなんで、そっちはいじってはいけないです。はい、あの1時間、基本こちらが30分の放送用なので、はいはいはい、はい、何かあの皆さんが、はい、始まるよ、リスナーさんがこの投げ銭方式で1時間延長してくださいみたいな形で入れてくれるわけです。30分で30分たまにはスペシャルゲストを迎えて、中村先生、あのヘッドホン片っぽ出してください、ね、あ、こっち開いてます。はい、OK です。はい、そういうわけでね、毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム、お届けしております。 FM 宜野湾からお届けしておりますアニマアニキのクールジャパン沖縄、今日もね、こちら FM 宜野湾、79.7MHz 地上波 79.7MHz でお届けしております。またね、インターネットではツイキャス、ユーストリーム、そして、サイマルラジオなどで、お届けしております。またね、ツイキャスの方で、メッセージいただけるとどんどん読めますのでよろしくお願いいたします。またメールの方で、ね、いただいてもね、読めません。はい、そういうわけでね、もしよろしければね、ツイキャス、ツイートキャスティングの方、もしくはね、FM 宜野湾のホームページの方から、ツイキャス経由でメッセージをいただけるとありがたいと思います。そういうわけで本日も始まります。アニマー日記のクールジャパン沖縄。ご覧の皆さんは、こちらの音声聞けると思います。皆さん、ね、最後にね、まあ、いろいろねツイキャスのメッセージのねメッセージとか今日もね質問をいただけるとありがたいななんて思ってますんでね、よろしくお願いします。今日はね、私と謎のアシスタントとそれから、スペシャルゲストの先生と、3人でお届けしますのでよろしくお願いいたします。今日はね私はあまり喋らないでね、ちょっとね、アシスタントに任せようかと思って構えがね、そんな緊張させないでくださいよ。いや、まだ気管支で治ってねえんだから喋らせんなよ。先週もそれで喋ったもんでさ、ここで喋って悪化したんだから。あ、そうですよね。次の日もいきなりって声出なくなって、熱出なくなって声出なくなって点滴だよ。いや、点滴は結構辛いです。はい、そういうわけでね、本日ね、1曲目オープニングでお届けいたしました曲はポップティームエピックね、早口で言うとポプテピピック、のテーマをお届けいたしました。そういうわけでね、今日は、あれな謎のアシスタントは何してんの、はい、何携帯知ってんだよ。あ、すいません、 LINE やってんの。いえ、 Facebook を、うん、はい、ちゃんと告知を出そう、あ、告知を、はい、遅くね、すいません。それさ、放送前にやることじゃないの。違うの。でも失礼です、本当に、もうカメラの向きの方が、じゃあ早くやって、はい、ね、早くやってね、はい、うん、ね。終わんのかなこれで。まあそんな感じでね、今日もね、誰か始まりましたけどね、毎回毎回この番組ね、
台本があった、あったことはね、今までね、5回ぐらいしかありません、台本あったことは。メモも、放送メモがあったことはあるんですよ。まあ、毎月1回はね、イベント告知のね、週があるので、ところがね、先月、2月、放送回数がやたらに少なかったんで、イベント告知をしていません、先月。さっき思い出しました。2月はすいません、イベント告知のね、イベント案内するの忘れてました。でも1月の終わりに、1月の中頃にね、1月のイベントと2月のイベントって告知したんでね、許しといてください。そんな感じです。そういうわけでね、いい加減にね、話ね、進めてますけれどもね、そういえばね、最近ね、浦添市、隣の浦添市、こっちは宜野湾ですけど、隣の浦添市でね、新しく道路がね、今度もうすぐできるってんでね、なんか道路の渡り染めとかなんとか言ってね、なんだっけ、謎のアシスタント、はい、あれだよね、なんか浦添の海岸のところにすっごい道路できたよね、海の上にね、すっごい綺麗だって言って、住民っていうかさ、はい、なんか住民なんだけどさ、なんかみんななんかカッパ着てんだよね、なんかね、だから本当に住民なのかどうかよくわかんないんだけど、カッパ着てリュックサック着てる、はいはいはい、でそれ歩いてさ、いやみんな綺麗だ素敵だとか言うんだけどさ、はい、あそこ半分埋め立てられるんだよね、ああ、ね、基地ね、はい、浦添新基地っていうの、はいはい、那覇軍港移転っていうの、はいはいはい、なんていうのあれは、あれは那覇軍港移転、でも基地のないところに基地できるのに移転なんだ、はい、あそうですね、それ日米合意じゃあれだよ、嘉手納基地より南に基地作っちゃいけないんだよ、もうあ新基地状態になるってことです、ね、新基地だよね、はい、埋め立てるとこ見て、これから埋め立てるとこ見て綺麗だね、守ってかなきゃなんないねって言うんだったら、まずそこをね反対しなきゃいけないわけでね、はい、まあ、そんな感じでね、そういうわけでね、今日はね、ゲストの先生をお呼びしております。今日のゲストは、名古屋でおなじみの、お笑いコンビ、WCS の違う全然違う。じゃあ自己紹介でお願いします。まあ、すみません。この間に引き続き今回も出演させていただきます。日本経済大学の教員の先生です。中村と申します。よろしくお願いします。はい、日本経済大学の。はいはい。学部とかは行っちゃダメ。一応経営学研究科と経営学。でもあれですよね、世界コスプレサミットのなんかやってますよね。あ、そっちもやってますね、学術委員というね。モナンですか、あっちがメインじゃないむしろお給料は出てないですよね、多分ねむしろあっちのがメインかと思ってたんですけれども、そういうわけで謎のアシスタントから今日だから先生師いなかった、先生師じゃないかな、この間中村先生来た時はいなかったんだよね、はい、お休みをいただいてたので、うん、すごい気になってましたもん、うん、はい、じゃあな何から聞きたいの、スリーサイズ、いやもうそうですね、バストとヒップとって、そんなことじゃないんですよ、何バストが2個、ウエストが1個、ヒップが2つに割れてるみたいな、うん、いや、まあ、やはり、うん、沖縄でこのアニメとかそういったものをコンテンツを採用してなんか盛り上げていく方法って何かこれからあるのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、ああ、なんか全般的にはやっぱり作ってる人が見たことないとこ場所を想像で作るのって極めて難しいんで、はい、もうまあ映画でもアニメでも何でもいいんです、漫画家さんでもどういう人でもいいんですけども、まずこうたくさんの方に沖縄に来てみていただいて、はい、まあどっかでそうやって なんていうかこう作品の中で沖縄のことをまあ書いてもらう、扱ってもらうのが一番だと思います。やはりこのなんか聖地巡礼じゃないですけど、もう実際にある場所を舞台にすることによって、あ、まあ、そうですね、あと、はい、まあ、最初にその見たことない場所は本当に書けないのと、はい、書けないので、まあ、やっぱり見たことがないと難しいなっていうのは思います。まあ、観光で来たことある方たくさんいるので、全く見たことないかというとそんなことないと思うんですけど、はい、ちゃんとなんかその、まあ、言ってみれば取材みたいに来たことがあるかどうかで全然違うと思うので、この建物、まあ、今ネットとかで探せば出てくるんですけど、やっぱり現実味ってあるじゃないですか、はい、例えば何だろう、那覇と首里の距離感とかも、なんとなく沖縄の方だったら分かってると思うし、来ればすごい分かると思うんですけど、はい、来ないとなんか単に話だけ聞いてると例えばすごく遠く見えたりとか、はい、当然宜野湾だったらそういうことあると思うんですけど、そういうのがちょっと現実味がないとやっぱり難しいと思うんで、そこは見てもらった方がいいかなと思います。沖縄の人のこの距離感でお話しするとすごい遠い場所のように感じてしまうと思うんですけど、はいはい、そうなんですよ。でも実際東京とか名古屋とかの人からするとすごく近いんですよね。ですよね。だから歩いてね、30分圏内は徒歩圏内だったりしますからね、はいはい、内地からの人間からすると、だって通勤、うん、アパートで最寄り駅徒歩20分とか普通にあるわけですよ、東京だったら、うん、はい、でも多分沖縄だったら20分歩くの
みたいなことになってくると思うんですね。だったら車使うって言われても、まあ、なかなかあんまり車が東京とかでも少ないので、はい、駅前に駐車場とかないですね。だからそういうことも考えるとちょっとやっぱり距離感の違いとかもうちょっとそういうズレは縮めてから作らないとなんかちょっと違和感のあるものになっちゃいますよね。はい、あとねイメージが湧かない、実際に来てもらうとさ、はい、こう街並み一つとってもさ、あの道が結構意外にまっすぐで、うん、でそっからこう裏道行ってくねくねってした道に行かない限り古い民家がないでしょ。河原の民家とか、はい、で河原の民家とかあるところって実は太い道があってそっから坂下ったところとか登ったところにあるでしょ。はい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 、ね、こういう描写って意外とされてないの分かる？分かります。みんな平べったくって、はい、例えばねエウレカセブンなんとかっていうのがあってね、はいはいはい、架空の沖縄を舞台にして架空のなんか米軍とさ架空のなんか琉球政府とさ、はい、なんか架空の日本政府がなんか戦ってんのかなんか分かんないのか分かんないんだけど、海岸の砂浜にさそのまま塀があってさ家建ってるもんね。はいはいはい、あれ台風で吹っ飛ぶよね。現実にあんなもんあったら台風で吹っ飛ぶよ。ねえよもう1年目で。ああいうところがね全然ちょっとやっぱりね、はい、で最近だとねあの流柱ってあるでしょ、はい、あれをねだから流柱のサイズっていうのがよく分かってないみたいで、後ろのビルだとか手前のなんか建物なんかとね比べて描いたイラストレーターの人がいて、あの人間高さ人間2人分ぐらいで描いてあった。流柱にこう手当てて、もうあともう一人上に重ねると流柱のてっぺんに届くぐらいのね高さで書いてあったりとかね、ちょっとこれまあやっぱりちょっとね、あのなんていうのかな、あの変な、いやじゃやっぱり実際に来てみてもらわないとさ、はい、その瓦屋根のあるところっていうのは道まっすぐじゃなくてちょっとこう鍵型になったりとかね、はい、あのこうぐにゃぐにゃってなってるとか、うん、あるでしょ、糸満の方でもそうだし、そうですね、ね、亡き人の方行ったって行こうがどこ行こうがさ、はい、ね、田舎の方っていうのはそういう風になってるのになぜかこう太い道路のと横にまっすぐな道路があって、それでポンってこう瓦屋根の家があったりとか、普通の家もそうだよね、うん、で意外に大きな坂が多いっていうのがこう知られてないでしょ、うん、はい、でこれねちゃんとねしっかり書いてある漫画が1個だけあるんですよ、うん、エンジェル伝説っていう、あー懐かしいです。あれ沖縄が舞台ってどこにも書いてないんだけど、はい、定期券に琉球バスとか、あ、そうなんですね、うん、そうそれから喧嘩する場所がね末吉公園とか、それ、はいはいはい、那覇じゃんそれみたいなね、分かる人しか分かんないのよ。なんでかって出てくる人間の名字が比嘉とかじゃないから、はい、比嘉とか近所とかじゃないから、じゃないですよね、うん、だから分かんないんだけど、あれでも沖縄で書いて原稿を送ってあれ成り立ってる作品だからね、あれ。へえ。だからちゃんとね沖縄でにだからクリエイターが来てくれて、例えば自分もそうよね、自分も自慢話するわけじゃないよ、学研で、ね、はい、単行本いっぱい書いてるし NHK 出版からも出してるけど、その単行本ってほとんど沖縄で書いてんのよ。で内地に俺あれ打ち合わせに行ったことないんだもん。あ、うん、まあ今俺もね4年前にもう書かないよっつってもう書くのやめちゃったけど、はい、でもその作家としての俺もずっと学研とかで単行本出してんのもそうだし、宝島もそうだし、全部こっちから原稿送ってやってるから、こっちにいても仕事絶対できるのよ今。うーん、ちゃんと約束守る、時間締め切りは必ず守る、はい、俺なんか締め切りの3日前に提出するっていうのが基本で、3日あれば必ずそうすると向こうも赤入れてくれて、はい、こうやって直していいですか先生、直していいですかって言われるから、直してより良いもの書けるわけよね、はい、うん、そんな感じで、ね、仕事やればね絶対こっちでもね沖縄できる、沖縄でね、だから沖縄に住みたいってやつ結構いるんだから、はい、クリエイターね、中村先生ね、クリエイターをクリエイタートックってのあっていいですよね、うん、確か京都かなんかそれに近いことやってますよね、ちょこちょこやってますね、なんかなんだ高知県とかも多分今やってるんですよね、そう、田舎のところでね、そう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 だそうだそうだ、あのネット環境とかね全部揃えて、うん、ただど田舎でやっちゃうと本当にど田舎なんで世間から隔絶されちゃうんですよね。だけど例えばこう沖縄とかみたいに結構車でちょっと行けば、はい、すぐ都市部っていう場所とは違うところで大体そういう実験が行われてるんで、うん、はい、なんだろう、最寄りのコンビニまでやっぱり1時間半みたいなところでそういう実験するとやっぱりそこに溶け込めなかったりしてうまくいかなくなっちゃう。京都なんかすごいところで一回やりましたから、ね、山奥の方のねどっかの村でねやってね、車で1時間半、
スーパーとか街に出るまで。でもさ、沖縄考えられないでしょ。沖縄美ら海水族館だって車で30分でスーパーだから20分でスーパー行くからね、はい、名護市のスーパー着くからね。着きます着きます、うん、泣き人が田舎だとかね、東村が田舎だって言ったってね、はい、さ車で30分でスーパー行けるんだから、三重とかに。そう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 、どこでも30分圏内でコンビニにはまず行けますもんね。絶対行ける。だからね、そこ考えると沖縄って結構ね、東村とかあっちので移住しろ移住しろってやってるじゃない、移住政策やってるじゃない、はい、ああいうの実はクリエイタートックでやるといいもの書いたりとか、うん、自然とかいいもの書いてくれるかもしれない。ただね、あの 内地からこっちクリエイター来るとなんかこう、ま、なんていうのかな、マスコミとか新聞とかテレビで見たイメージで、はい、基地の街ってイメージでしか書いてくんないんだよね。うん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 、例えばこれ東京で言うとね、福生がそうなんですよね。あ、そうですね、福生がね、基地の街とか、うん、ロックの街っていう、はいはいはい、沖縄とすごい似てるでしょ、はいはい、基地とロックの街福生、はいはい、違うんだけど、もう茶どころだったりとか結構あのいろんな、ね、農作物とかも、ね、うん、昔はあってだんだん畑なくなってきちゃったんだけど、だそういうところがねちょっとね変にこう必ずもうあのフッサをねあのメインにするとロックライブハウスが出てきて、必ず白人黒人の兵隊が出てきて、必ず殴り合いの喧嘩があるっていう、ね、ね、沖縄の場合だと違うでしょ。沖縄の場合だと三振引いてるじいじがいて、はい、それでもってその人が青森飲みながら、うん、俺はさ戦争の時に大変だったよって言いながらさ、じいじいくつって65 いや生まれてねえだろお前戦後じゃないかとね、だからそういうね、だからそうステレオタイプっていうか、はい、思い込みだとかをなくすためにも、うん、ぜひ住んでもらってね、本当に住んだりとか来てもらって、何度も来てもらって、本当にこう中村先生もこうやって何度も何度もこうやって来てくれ、こまめに来てくれてる、来てくださってるけど、こういうのでね、こういう形でね、どん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  あれだよね、正しい姿というか見てもらいたいよね。そうですね、うん、じゃあちょっとじゃあ CM 入れます。はいCM の後は政治の話で、そう、俺この後喋んないよ。喋らないですか。じゃあまとめたかった。喋ってください。俺まとめたかった。まとめたかった、ね、いやいやちゃんとまあ、ちなみに今のお話に近いのは、僕の地元沖縄市が結構そのイメージだけしかないの でそのイメージだけでやろうとして、そのイメージ強めようとしてかけてるじゃん、はい、そうなんです。どっかの農家さんがね、ひたすら小座高校を舞台にして延々返した人がいるんですけど、沖縄に移住した人がいて、そうなんです。ただ結構さっきネットで探したら出てこなかったんで、はい、多分、旦那さんが沖縄の人で移住したから、旦那さんは帰ってきたんだけど、その漫画家さんの方は両方漫画家なんですけど、確か帰ってきたからだと思うんですね。だからなんか、そこはね、首里高とね、小座高の話しか出てこない、その漫画確か。僕小座高出身、ちょっと興味が。名前がね、どうしてもさっきの。はい。はい、そういうわけでね、こういう後半のを行かせていただきます。前半はね、だからね、まあクリエイターとかをね、こう沖縄に呼んで、漫画でもそうですし、アニメーターでもそうですし、映画でもそうだよね。映画でもなんかさ、アシスタントね、はい、映画でもさ、思い込みで来て思い込みだけで撮って帰る人いない？そういう映画結構ありますね。ね、はい、沖縄ってきっとこうだろうって思ってさ、はい、でも沖縄のさゴリ君なんかが撮るとさ、はい、違うじゃん。またなんか沖縄を知ってる方が撮ると雰囲気が変わってきます。全然違うじゃん、多様性が出てきますね、うん、なんか沖縄幻想っていうか沖縄ファンタジー持ってきた人に撮ってもらいたくないよね、あんまりね。そうですね、沖縄ファンタジーを内地で膨らませてくるよりは、沖縄に来てファンタジーを膨らませて、それでそれを紹介してほしいよね、はい、例えばハブとかさ、はい、ハブとかよくいるでしょって。いや、いねえよ。俺引っ越して22年経つけどハブはまだ抜け殻しか見たことない。俺自分も死んでるのしか見たことないです。そう大体道路で死んでるよね、はい、車に引かれてるやつ、ね、そう、頭がぺったりぺったりこになってる、大体ね。あとはだからね、沖縄でヘビって言ったらハブでしょって。いやいやいや、なんだっけ、赤バターとかね、青バターとかね、はい、いるよね、はい、こういうのね分かってもらいたいなと思いますよ。そういうわけでちょっと次のお題、はい、次の、まあ、聖地の話も今あったけれども、はい、先生から何か、なんかやっぱ聖地で一つ思うのは、最近流行ったというか人気が出た映画、まあ、君の名はとか、はい、この世界の片隅とかって、はい、すごくちゃんと現地を取材していて、ちゃんとそのなんか少なくとも、まあ、全部は捉えられないけども、ある場所をちゃんと正確に映してる、
ですよ。僕キムナワはあの東京側の、まあ、場面しか分からないですけども、ちゃんと坂があって住宅地があってとかっていうところは綺麗にちゃんとやってるんですよね。で現実味がないやつ何かっていうと、こうなんかよく僕例えてるのは、はい、外国人の人がすごい日本のイメージでなんか芸者とか歌舞伎とか出すじゃないですか、はい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 、あれと同じようなものを作っちゃうと、結局なんだろう、日本が好きな外国人の方はなんだこりゃって思っちゃうし、はい、当然日本人からするとなんだこりゃって思っちゃうし、はい、それと同じことって各地で起こっちゃうと、結局なんかちょっと流行ってもなんか消えちゃうっていうか、すぐ忘れられてしまう。そうですよね。なんかやっぱり変だってことに気づいちゃうんで、はい、もうなんだろう、ちょっと日本のイメージだったらブレードランナーぐらいぶっ飛んでればもう諦めがつくんですけど、はい、中途半端なものはやっぱりズレがイメージで決まっちゃうので、あとやっぱりもう一個はどうしてもなんかアニメとかドラマであるのは、あの大河ドラマとか、大河ドラマなんか朝ドラとかもそうですけども、一箇所でこのワンシリーズずっとうちの地元のことをやってますみたいなのは、はい、当たるか外れるか大博打なので、それだったらドラマの一回でそういうまあ、あの例えばギヌワンが出てくるとか、あの沖縄が出てくるとかっていう風な方が、それがたくさんあった方がいいと思うんですよね。アニメなんか典型ですけども、まあ、なんだろう、1シリーズに何十作品もあって、はい、どれが当たるか外れるかなんか全然分かんないわけですよ、はいはいはい、だからあのそれの1作品にたくさん出ても意味がないんですよね。それだったら何十作品にもちょっとずつ出れば、どれかが当たった時に、あ、これでこの辺が出てきたとかって出てきて、あの例えば中グスクソンが出てきたとか出てきたら、その時に言ってくれるかもしれないし、はい、そのなんかワンシリーズに全てをなんか書けるっていう、だからそのどこか1作品で特集してもらえばいいやっていうのはやっぱり間違いだと思うんですよね。うーん、だからそれだったら朝のなんかワイドショーでここのお店が美味しいとかっていうのを1時間番組でずっとこう例えばギノワンのお店を特集してくれるぐらいだったら、ひたすら朝のいろんな番組でバラバラでギノワにもこういうお店があってって言った方がみんな見るじゃないですか。そうですね、たくさん出てきたからもあるし、はい、それと全く一緒だと思いますね。なるほど。なんでも、いや、確かになんかシリーズ通してのものって今、うん、とても多いじゃないですか。やはりそういったいろんな細かいところで場面を変えていくと、あの話としてのストーリーとしても面白い展開が出てきそうです。でね、今ね、俺ね思い出したんだけどね、あのご当地シリーズってのもあるんだよね、実は売れてる作品になると、はい、あの例えばあの実は聖地巡りっていうのが始まった原点って何だか分かります？原点ですか？お二人に聞きますけど、原点、これ実はね、仮面ライダーのご当地シリーズなんですよ。仮面ライダーがすごく売れた時に、はい、当時まだ仮面ライダーショーとかなかったわけ、一番最初の仮面ライダー、はい、でその時にご当地シリーズって言って、九州とか、はい、九州のどこどころけた、どこどこの、あと伊豆のサボテン公園とか、はい、北海道にも札幌にももちろん来て、大通公園とかテレビ塔とか、うん、もうそのなんていうか、ちゃんと分かる場所、はい、地元でそこに立ってなんかこうポーズ取ったりとかしてんの、俺らもみんな真似したもん、小学生の時から、うん、でそのご当地シリーズって、まあ、実はその石森プロダクションっていうか東映ね、あの仮面ライダーシリーズとか作ってる、その東映がそのままそのロボット刑事っていう、まあ、あの特撮ものがあって、はい、それで沖縄特集が2回にわたってあるんですよ。それ復帰前の沖縄で、復帰後なんだけど、まだあのなんだっけ、あのまだ車右側通行なのよ。はい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 、それであのヤマハのね、牧港ヤマハマリーンズとか、はい、その協力してる会社の船とかトラックとか全部名前書いて、牧港の周り、はい、あの牧港、今日先生、はい、あの牧港のところでドライビングスクールの横に洞窟ありましたでしょ、はいはい、あそこに、いや、あの右側に、あの向かい側に海あったの分かります？ちょっと川みたいに、あそこをロボット刑事が、あのサッパ船あのなんてんだっけ、あのちっちゃい船、サバニに乗って、モーター付きなんだって、エンジン付きなんだけど、サバニに乗ってポーズ取って、タン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 って、あそこ夕日に向かって、ほら夕日に向かって進むことになるでしょ、西海岸向きだから、そのシーンがあるのよ。それね、ロボット刑事で、それで俺も今それ俺以外にも、ここがこの場所だ、ここがこの場所だって聖地巡りしてるやつがいるのよ。実はこれ聖地巡りはその仮面ライダーのご当地シリーズで、うちの町にも来てくれ、うちの町にも来てくれっていうのから始まったのが結構最初だったりとか、意外と歴史があったんですね、うん、だからその売れてるシリーズの中でたまたまその沖縄舞台にしてくれるとかいうのもありですよね、これね。うん、それが一番ですよね。ね、
あ、例えばポケモンでね、あのキジムナーに会いに行くスペシャルの映画とかね、はい、ね、キジムナーと一緒に戦おうなんてポケモンがあったって、あれ違うか、妖怪ウォッチか、それだと、うん、妖怪ウォッチとかあってもいいじゃんね、はい、うん、そうしてくれればね、あの、まあ、そういうわけで残り時間2分ちょっとなってしまいましたけれども、また今日も早いね。そうですね、あっという間でしたね。じゃあ今日は今日のとまとめを、じゃあまず、あの、まずアシスタントから。今日やっぱりあの、まあ、聖地巡りっていうのは意外とこの歴史が古かったっていうのも初めて知りましたし、やはりあの沖縄ってまだまだこういうのにあのちゃんと挑めてないというか、ちゃんとうまく活用されてない部分がいっぱいあるんだなっていうのもちょっと感じたところがありましたので。そうだね、今まであった沖縄のアニメとかもちょっと独りよがりな部分があって、はい、これはどこだっていうふうに特定できるものがなかったりとかして、ちょっとそれが残念だよね、うん、そうですね、うん、ではちょっとあのコメント、最後に中村先生まとめてもらう前にコメントの読ませていただきます。高松マリーさん、どうもこんばんは、低コストかつ独自性うーんとか、まあ、かなりそういうの難しいんでございます。でもそれを工夫していかなきゃね、どうにもならないんでね。シュープリームシュープリームさんからも、こんばんは、こんばんは、いろいろね、地域おこし協力隊みたいな制度を拡充したらいいんですよねとか、うん、全くその通りでございます。それをね、今ね、ボランティア頼みだよね今ね、うん、本当に。そういうわけで、ね、残り時間1分になりました、はい、中村先生のおからじゃ今日のまとめを。そうですね、まあ、僕も地域おこしあの協力隊とかの制度で、これがみんななんか地元おこしとかの活動になってて、その後地元に住んでねみたいな話になってると思うんですけど、もう僕正直するあれ、あの制度自体無理だと思うんですけど、でも例えば漫画家さんとか一定期間そこに滞在して帰っていく、まあ、その後書いても書かなくてもいいんですけど、うん、その全国にあればちょっと書いてもらったりする人も増えると思うし、なんかあの地域おこし協力隊は地元に溶け込むっていう謎のルールがあるんですけど、一切溶け込まずにそこでクリエイティブ活動をバンバカして帰っていくっていう方が、なんかみんなが幸せになれると思うんですよね、うん、まあ、で、うん、そうやってしても生活してるうちに自然にね、あの人何やってんだろうとか、そう自然に地域とに溶け込まなくても自分逆に溶け込むようなやつの方がこいつ何仕事してんだろうとかね、思われますからね、だからなんかみんなが幸せになるっていうのが一番ですからね、はいはい、そういうわけで残り時間20秒となりました。そういうわけで、今日は、中村先生、なんだっけ、日本経済大学、あ、そうそうそう、日本経済大学の、教授ですか、准教授ですか、準教授です、準教授の、中村先生をお呼びしての、クールジャパン沖縄でした、でした。それじゃあまたまたのはい、そういうわけで来週までまたの相変わらず忙しいんだよ。そうだ、忙しいなと思ったんですよ、この番組は。うん、大体こんなことを、ね、30分でやろうってのは間違ってんだよ1時間番組にしろよってスタッフさんつけろよ、誰か毎回そうだよね。だって曲これでさ、曲2曲書きようって自分にあれだからね、あのプレッシャーかけてた時もあったからね、オープニングとエンディングで。もうオープニング1分ぐらいかけたけど終わりだよというわけで皆さん、また来週まで、まったろー。中村先生はね、またね、あの2週間前にまた来るのかな、会いたい方は東京とかね、京都、名古屋のコスプレサミット、今年もいますよね、先生ね。あ、います、ね、ぜひ来ちゃいました、はい、来ちゃった、はい、これ、この間このポスターなかったですよね。なかったですよね。これは、あ、一応先週、あ、この前来た時はあったと思うんですけど、僕先々週だからあったけど、これ裏が